さあ、てなわけで、ちょっと時間が削れちゃいましたが、水着やそんなことないもん。はい、大丈夫ですね。やっていきましょう。あ、ちょっと待って、顔が。なんかよくバグと遭遇しますね。なんでだろうね。あれ、これは？なぜ撃たなかった？なんだって？あの時、奴が銃を持ってたらやられてた。なぜ撃たなかった？全ての情報が揃ってから決断するたちだね。合理的な選択は心がけてるつもりだよ。判断する時間なんて一瞬だ。奴が俺を殺すことだってできたんだぞ。皮肉。ああ、悪いな。僕はてっきりあなたは百戦錬磨のタフな刑事だと思ってたんでね。あれぐらいどうってことないだろう。もうお役所に帰ったらどうだ、ノーマン。FBI と警察ってなんか悪いのかな。あいつだ。え、誰？じゃあ行きましょう。ねえねえ、ミロスラフ・コーダだな。ああ、ブレイク警部補だ。聞きたいことがある。ビンタしに。ああ、にぃ！くそ、ぼさっとするな。逃げられるぞ。危ない、危ない。ああ、ちょっと待って、これ。ああ、にゃあ、にゃあ。おい、ちょっと。え？ちょっと待って。こんな感じ？あ、すいません。あの、前回のポケモン放送から音量をね、少し上げたんです。あ、にゃにゃ！
下げた方がいいですか？海外のスーパーって、ちょっと待って、あれやり直したいんだけど、ちょっと待ってね、ちょっとあれはちょっと待ってね、あれは練習ですよ、練習ね、わかる？あれは練習だから。始まるよ。まあ練習だよ、ね、練習、何事もね。あ、次のページの一番上があの探偵さんだった。大丈夫。ほら、ここからね。ほら。なぜ撃たなかった？あ、大学生らしい。あの時、奴が銃を持ってたらやられてた。なぜ撃たなかった？全ての情報が揃ってから決断するたちじゃねえ。合理的な選択は心がけてるつもりだよ。判断する時間なんて一瞬だ。奴が俺を殺すことだってできたんだぞ。あなたは無事で、彼は今頃檻の中だ。終わったことを蒸し返して私を非難するのはやめてもらいたいな。あれ、こっちの方がいいんじゃない？あいつだ。じゃ、行きましょうね。ミロソラフ・コウタだな。これ、ブレイク警部補だ。聞きたいことがある。クソ、ボサッとするな。逃げられるぞ。これ気をつけろ。ちょっと目やったって。おい、大丈夫。押したかな。あ、できてる。あにゃー！ちょっと！おい、あんた大丈夫かい？ここからが本番。
ちゃんとね、前回の反省を生かして、こっち側から行けば、あ、行き止まりだ。じゃあダメじゃん。今度こそ折り紙殺人鬼を捕まえたみたいだな。あれ？あれ？ニンニンしちゃった？生きてるかな？大丈夫かな？よいしょ。なんだ、あ、季節ぐらい。よかった。トムとジェリー。あ、猫とネズミってそういうこと？これ。むず、む。人は、なんか被害者中心に聞き回ってるよね。で、あっちの FBI の人は、あ、これ大事。吸入器かな。大丈夫？持ってた方がいいんじゃない？寝起きにお酒飲んじゃうの？あ、タイプライターでね。タタ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 。この探偵さんのお家かな。警察だったのかな。タイプライターの音。おぽんぽんさん、こんばんは。奥さんは？
え、なんで飽きた？ね、警察っぽいですよね。飲んでばっか。寝るなら布団で寝ないとね。あ、警察時代の自分かな。なんで辞めちゃったんだろうね。っていうね、解説動画を、解説？あの考察動画を作ろうかなと思ってます。あ、あ、ピンポン。はーい、出ます。誰ですか？何か思い出したら連絡してって言ってたから。あれ？入ってもいい？あら。ああ。ここで序盤の伏線がコートかな。コートを預かろう。飲み物は？ええ、水を一杯お願い。座ってなさい。お水注文入りました。お水です。グラスはここですね。どうぞ召し上がれ。ありがとう。甘みすぎ？もんちゃん。の、思い出したことがあって。大したことじゃないけど、ジョニーがいなくなった日の朝に手紙が届いたの。手紙？どんな手紙だ？ジョニーの父親宛てだったわ。中身はわからないけど、封筒を開けてすぐに出て行った。彼とはそれっきりよ。あ、君はその手紙とジョニーの死が父親の失踪に関連していると思うんだね。父親が？手紙について他に何か覚えてる？なんか車で客層したりとかしたのかな。なんとなく封筒を取っておいたの。なんだろう、教えて。カーナビー地区から投函されている。ジョニーがいなくなる前の日だ。普通の手紙だ。住所を除いてはな。住所？古いタイプライターで打ってある。手がかりになるかもな。ありがとう、ローレン。何か分かったら知らせ。待って、あなたが犯人を探してる間、ただ座って待ってるなんてできないわ。あなたが来てからずっと考えてたの。え？私も連れてって、調査を手伝うわ。すまないが、それは問題外だ。手伝わせてくれないなら、封筒はあげないわ。どうするの？危険だよ。いいかい、この手の調査は危険なんだ。ボディーガードをする暇はないんだ。ただどれだけ手がかりがあるの、シェルビーさん。この封筒が唯一の手がかりかもしれないのよ。わかった、時間を取らせてしまってごめんなさい、シェルビーさん。待った。待って待って、君は大した人だな、ローレン。認めるよ。ただの母親よ。息子を殺した男を見つけたい、ただそれだけ。じゃあパートナーね。
ートナーだ。同盟結成。
見てるの？アニメ？料理系 VTuber？ クレーマーさん？今いいところなんだ。え？隣で。私はスコット・シェルビー、私立探偵です。折り紙殺人鬼の事件を調査しています。あなたにいくつか質問が。あ、チュッチュしてる。ジョセフ・ブラウンに何が起こったのかお聞かせ願いたい。うるせろ、聞こえたか。とっとと出てけ。何がしてる。ジョセフがあなたのリムジンに乗ったという目撃情報がある。あ、その後あの子は失踪した。なんとか。あなたはすでに逮捕され尋問を受けたが、父親の圧力で事件はお見合い入りだ。カオスのアニメでしたね。あなたの言い分を聞かせてもらいたい。あのガキは迷子だった。家まで送ってやろうとしただけだ。警察が来たからちゃんと説明して誤解を解き釈放された。それだけだ。騒ぎ立てるようなことじゃない。違うか。偶然あなたのリムジンの真横で迷子になった子供たちを家に返してあげようとしたと。もっと信用できる話はないんですか。あ、いい皮肉。いいだろう。俺が折り紙殺人鬼だ。俺が犠牲者を車に乗せ、あ、犯人、雨水で溺れさせた。それから手に折り紙を持たせ、胸に蘭を乗せて荒れ地に死体を捨てた。なんでそんなことしたかって。退屈だったんだよ、シェルビーさん。クリエイティブで楽しい暇つぶしだろ。これで十分だろ。まだ不満か。インタビューは終わりだ。このバカを追い払え。パンチ。ちょっと絶対絶命です。ああ、お越しいただきありがとう。なかなか楽しかったですよ。片付け。ねえねえ。
どうもこんにちは。バーチャル忍者 YouTuber ももちももです。今回はクレイマンさんの家にねお邪魔しようと思います。初めてだから緊張するな。君は車に残っていろ。私たちはパートナーでしょ。お酒飲まなきゃダメなのかな。ウイスキーください。
するぜ。クレーマーさん、今いいところなんだ。ももちももです。私はスコット・シェルビー、私立探偵、忍者です。折り紙殺人鬼の事件を調査しています。あなたにいくつか質問が。ジョセフ・ブラウンに何が起こったのかお聞かせ願いたい。うせろ、聞こえたか。とっとと出てけ。忍者って名乗る。忍者がとっとと名乗る。何が知りたい。ジョセフがあなたのリムジンに乗ったという目撃情報がある。その後あの子は失踪した。あなたはすでに逮捕され尋問を受けたが、父親の圧力で事件はお見合い入りだ。挨拶は大事だよ。あなたの言い分を聞かせてもらいたい。あのガキは迷子だった。家まで送ってやろうとしただけだ。警察が来たからちゃんと説明して誤解を解き釈放された。それだけだ。騒ぎ立てるようなことじゃない。違うか。いいか、おい。あんたの話はまるで信用できん。口から出まかせだ。本当の話をしろ。いいだろう。俺が折り紙殺人鬼だ。犯人見つけた。俺が犠牲者を車に乗せ、雨水で溺れさせた。それから手に折り紙を持たせ、胸に蘭を乗せて荒れ地に死体を捨てた。なんでそんなことしたかって。退屈だったんだよ、シェルビーさん。クリエイティブで楽しい暇つぶしだろ。これで十分だろ。まだ不満か。インタビューは終わりだ。このバカを追い払え。ねえ、ゲームはとても危険だ。どうや。俺の親父を知ってるだろ。あの人が指を一本上げればお前の命はおしまいだ。危険を恐れるべきなのはお前だ。俺じゃない。どうですか。強かったですよね。ほらほらほらね。やればできるの。人力って言葉。ちょっと待ってよ。
しに来たの？寒そう。開いてるのかな？開けて。なんかこの辺から登れない？あ、これね、雨で溺死させるらしいの。ただ海外の天候あまり詳しくないので、これが現実的に可能かどうかはわからないです。ちょっと待って、バリバリ言ってない？危ないところじゃない？あれ結構遠くまで来ちゃったよね。あれ？はは、ねえ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 、ねえ、よいしょ。ああ、ねえねえねえ、あーねえ、あ、痛そう。大丈夫？ああ、むしろこのビリビリゾーンが怖い。何なんだろう。ビリビリしてない？ねえ、大丈夫なの？開けて。あ、開いてる。ん？ぐるぐる。ね、指痛いよね、あれね。開いた。待って、危なくない？マッチは？これマッチ？え？燃えちゃうんじゃない？え？え？え？大丈夫？怖いよ。やだな。入らないとダメ？だって水が溜まってるよ。ほら、水が閉じ込められちゃうよ。ほらほら、ガラスの破片、
カミソリみたいに尖ってる。もう戻れない。張って進むしかない。腕を傷つけないようにゆっくりと。どっちどっち？マッチの火、空気が来る場所が分かる。風をたどればいいだけだ。これも左。待って、お腹が。連打じゃなかった。ああ。大丈夫？え？仕方ない。選択の余地はないってことか。本当？よく考えよう。ちょっと待って、ちょっと待って、ね、どこに？
てよ。え？ちょっとやだ。当たったらダメなやつ？これなんて書いてあるの？こわーこ、こわーと。ちょっと待って、ん？この扉の英語なんて書いてあるの？なんて書いてあるの？なんて書いてある？RT だよね。RT だよね。え？わかんない。どういう意味？これでもうおしまいだ。え、え？ちょっと、ちょっと。英語。よ、ちょ、にゃが読めなかっただけだもん。ちょっと待って、結構長かった気がするよ。ちょっと待って、違うもん、臆病じゃないもん。ちょっと巻きで、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 ちょっと早く、ちょっと待って、本当に本当に読めなかっただけなの？臆病じゃないの？違うの？ちょっと。みんなも見たかったでしょ？あの時。視聴者の
要望の任務ね。答えていかないとね。愛したね。この腰抜きは英語が読めてたらあそこ選んでないもん。降りてないもん。私は悪くないもん。悪くないもん。日本語で書いてほしいよね。そうしたら降りてないもん。ちょっと待って。ところで皆さんお忘れかと思うんですけど、一番最初の点滅って何だったんだろうね。あ、なんかガラスがある気がする。あ、ちょっと待って。の破片、カミソリみたいに尖ってる。もう戻れない。這って進むしかない。
丈夫ですか？ただいまです。腕を傷つけないようにゆっくりと。ここでマッチ棒を使って風の流れをね読む気がする。こうやってね、マッチの火、空気が来る場所がわかる。風をたどればいいだけだ。いいですね。あ、これは現代のマッチ石。生活の知恵。これは左ですね。あ、よかった。なんかネズミとかクモとかじゃなくて、視界がぼやけてきた。ゆっくりだ、ゆっくり進め、気絶するぞ。うん、うん、忘れちゃいました。あ、やっぱ上ですね。そうそう、千里眼、千里眼、千里眼です。上っていうかね、右っていうか。よいしょ。仕方ない、選択の余地はないってことか。四角ある、バツ、ね。頑張るしかないですね。黒焦げになっちゃう。ベネサさん、こんばんは。どうしたらいいんだろうね。ね、ショートしてるよね。よいしょ。ショートしてない、
つけて気をつけて、ボタン配置が悪い。あ、テレビ。戻るにはバツボタン、やだ、ちょっと待って、戻れない、ちょっと待って、本当やだ、あ、押せてた。しっかりしろ、イーサ、頑張れ、しっかりしろ、ももちもも、これ絶対いけないのかな、これが連打なんですよね、ややこしいこと、この上
誰が臆病なんですか？忍者は臆病じゃないの？あー！大丈夫かな？勇敢な忍者、桃地桃です。あ、ちょっと待って、1時間以上やっちゃった。まだ生きてたね。はい、お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございます。結構ゲームも難しくなってきましたね。え、ちょっと寒いよね今日ね。この動画が、あ、この放送が面白いなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録まだの方はぜひね、チャンネル登録、チャンネル登録してください。どやどや、お次にしてね、寝ます。今物語のどの辺なんだろうね。終盤なのかな。ぜひね、次回も楽しみにしてください。おやすみなさい。